3月22日に墜落した中国東方航空 MU573 号便に搭乗していた132人全員の死亡が確認されました。東方航空の航空機整備状況を撮影した東方航空技術運搬支社シフトホーク修理現地レポートが注目されています。この映像は東方航空のメンテナンスチームが 潜在的に多くの問題を抱えていることを露呈させています。この映像は東方航空が制作したもので、同社がボーイング 737-800NG 型機のシフトフォークを自主修理している様子が撮影されていますが、東方航空のメンテナンスチームが潜在的に多くの問題を抱えていることを自ら露呈させる結果となっています。この映像はアメリカ在住の自主メディア、 広報さんが最初に転載しましたが、中国メディアの方配新文網の元記事はすでに削除されています。ーインこの映像の冒頭部分は、2019年に中央電子台のニュース番組を引用して、ボーイング社はシフトフォークに亀裂が生じた旅客機約50機に対するリコールを世界規模で行っており、 東方航空の 737-800NG2 機も補修が必要なはずだと伝えています。しかし旅客機をアメリカ・カリフォルニア州の同社の修理拠点まで飛ばした場合、補修作業には少なくとも6ヶ月かかるため、東方航空は経済的損失とランニングコストを考慮した結果、機体の修理を自社で行うことを決定したとしています。 本次更和光頭的工作航空専門大学を卒業後、20年近くの飛行経験を積み、定期運送用操縦士資格も取得した、航空機操縦士のスカイさんは、東方航空の自社修理作業、宣伝映像を見終えると、驚愕したと言い,い、懸念を示しました。空 東方航空の宣伝映像によると、25.43mm の穴を開けるときは、対応する工具がないため、東方航空エンジニアリングチームが自主開発した手動の段階的リーミングという方法で穴を開けています。スカイさんは航空機は非常に精密に設計されており、 各校はすべて大きな圧力を受けるため、穴と穴の間隔に誤差が生じると、飛行時に航空機が耐えられる圧力に間違いなく影響が出ると指摘しています。ほとんどの航空機メーカーは、コンピューター機器を使ってデータを正確に測定しており、東方航空のように手作業でこの作業をすることは稀だと言います。手作業では飛行機に必要な精度が出せないのではないかと懸念されています。 また航空機の小さなパーツのどれもが大きな圧力に耐えられなければならないため、通常の航空機材、特に航空機の構造部品はもちろんのこと、胴体と翼を止めるネジなどは言うまでもありません。記録映画では工具設備の立ち遅れた状況にあったボーイング航空機メンテナンスチームが修理を終えたと東方航空を称賛しています。スカイさんは 工具設備の立ち遅れは単なる表面的な問題に過ぎず、東方航空が使用している機材や、技術者の技術がボーイング社のレベルに達しているかどうかが重要だと考えています。東方航空が自社で補修を行っていることで、ボーイング 737-800NG のランニングコストと支出は下がったかもしれませんが、安全性と専門性が担保されているかどうかについてはコメントを控えています。 東方航空はこれより前に、東方航空が補修管理していた航空機は、2020年9月8日にすでに現役を退いているため、今回墜落した B1791 機は該当しないと説明していました。これに対しスカイさんは、すべての重大事故はある日突然起きるのではなく、小さなことが積み重なった結果だとして、様々なところで多くの兆候が見られたはずだと指摘しています。 事故を防ぐためには、航空会社と関連機関には、墜落した機体の整備補修記録を提出して、業界内の専門家に評価を依頼し、顧客が安全な空の旅に出られるようにする責務があると指摘しています。NTD ジャパンがお伝えしました。